愛島は、海上自衛隊の総海艇。菅島型総海艇の8番艇。艇名は愛島に由来する。愛島は、平成12年度計画総海艇388号艇として、USC 京浜事業所鶴見工場で2001年4月17日に、寄港され、2002年10月8日に、浸水、2004年2月16日に収益し、 総会大軍第一総会大に編入された。2006年6月5日から17日までの間、マレーシア周辺海域で実施された第3回にした平洋、総会訓練に総会母艦、文を総会艦、八条と共に参加した。2011年3月11日に発生した東日本大震災の災害派遣に参加。3月28日午後3時50分。 宮城県津南湾荒地区の被災者に生活物資を提供した。3月29日午後2時35分、津南湾大須地区にガソリン80リットルを輸送。3月30日午後2時、関西邸で平井祖地区に食料品 43kg、下着30枚、トイレットペーパー48個、回路100個、その他日用品を輸送。3月31日午前10時ごろ。 柏浜基地と、ニラ浜に、食料、日用品、ガソリン40リットル、豆油20リットル、牛乳24パック、乾電池30個を輸送した。2012年2月1日から2月8日にかけて、平成24年度機雷戦訓練に参加。2014年6月20日から6月29日にかけて、伊洋島周辺海域で、 平成二十六年度実機雷処分訓練に参加。同年十一月二十日から十一月三十日にかけて総会特別訓練に参加。二千十五年二月一日から二月十日にかけて平成二十六年度機雷戦訓練に参加。同年八月十四日から九月十四日までの間、総会母官、文語、総会帝、獅子島とともにシンガポール海軍及び、 インドネシア海軍主催の第6回西太平洋総海訓練6ス,スは PMCMX2015 に参加した。2016年7月1日、総海大軍の開閉により、同日付で新編された第3総海大に編成がへ、同年11月20日から11月30日にかけてアメリカ海軍との機雷戦訓練及び総海特別訓練に参加。 2017年2月1日から2月10日にかけて平成28年度機雷戦訓練に参加。同年6月16日から6月25日、伊王陶沖で実機雷処分訓練に参加。2018年7月14日から平成30年7月豪雨を受けて広島県三原市で給水支援を実施した。 2018年7月18日から7月30日にかけて平成30年度機雷戦訓練を予備費込め印共同総会特別訓練に参加した。2020年6月12日総会艇の戸島の助席に伴い舞鶴地方隊第44総会隊に編入。ありがとうございます。